どうも、タツミンです。今回は稼げない人の共通点、それは何なのか、稼げない思考になってしまっている2つの原因、そして本当に稼げる人になりたいならどうすればいいか、その具体的な方法をがっつり話していきます。あなたはなんで自分は貧乏なんだろう、なんで会社で嫌な仕事しててもこんな給料少ないんだろうって思ったこと、1回はあるんじゃないですか。めちゃくちゃわかります。僕も昔会社員でした。親孝行がしたい、稼いで自己実現がしたいから武道館で演奏する夢を捨ててまでプロのミュージシャンを引退し、安定を求めて就職しました。毎朝5時に起きて7時に出社し、8時まで縛られる残業まみれの毎日、自由な時間もほとんど取れない生活を送っていたのに、それでも給料は手取り20万円、好きなものも買えないし親孝行する時間ないやん、マジありえんって思ってました。ただそれは自分のせいでした。今日お話しする一生稼げない人の思考を自分自身がしてしまってたから。なのであなたには遠回りせず稼げる人の思考になってほしくてこの動画を撮っています。ただし今日お伝えする稼げない人の共通点を知り、稼げる人の思考に変えていかないと、理想の生活はおろか一生会社の売り上げのために一生懸命働かされる都合のいい操り人形で終わります。給料は少しずつしか上がらず、もし突然会社が潰れたとしたら社長は無責任に逃げ、あなたは泣きそうになりながら履歴書を書きまくって転職活動をするためになるかもしれません。ですが今日教える稼げる思考を頭に叩き込み、この動画を毎日受験生のように復習し続けるだけで、あなたも稼げる人材になり自由な生活を手に入れるチャンスがやってきます。本当にって思ったかもしれませんが、実際2017年に僕が人生を変えるために副業に挑戦した時、今日話す稼げる思考に変わったおかげで4ヶ月で月収100万円を達成し脱サラ、その後1回も会社員生活に戻ることなくフリーランスとして4年間活動し、2021年8月に株式会社 A2Z を立ち上げ、今では社長になっています。他にも僕がやっている基礎講座に参加された方は月収6桁安定、そして企業からの集客案件受注を達成したり、中には月収100万円を達成される方も出ています。その方たちに共通していたのは稼げる思考になっていたということで、もしこの動画を見ているあなたが何としても稼げるようになりたい、稼げない人のままは嫌だ、そう思っているならかなり有益な話が聞けます。最後まで見ていってください。また今日話していること以外にも労働時間を減らして収入をアップさせる有益な話をしてますので、ぜひチャンネル登録もしておいてください。ではいきなり結論なんですけども、稼げない人の共通点はお金を稼ぐことから逃げている、これです。なんだそんなことかよって思ったかもしれませんが、こんな言葉をよく聞きませんか。お金は後からついてくる、お金を求めるのは悪だってみんな言いますよね。これ何かと理由をつけて逃げてるだけなんです。じゃあ例えばなんですが、教壇に受かった人がなんとなく毎日ちゃんと授業を受けて学校休まず行ってたら受かりましたとか、大企業の社長がよっお金のこととか1ミリも考えてなかったけど売上1000億円になりましたとか、そんな甘いことはありえないですよね。それと一緒でお金は稼ごうとしなければ稼げません。ぶっちゃけ稼ぐのは結構難しいんです。よくスマホ一つで10万円稼げる副業とか、1日たった15分の隙間時間でみたいな広告見ませんか。あれ無理ですからね。そもそもお金は後からついてくるって言える人は元から稼ぐ能力が高い人だけで、僕らみたいな凡人は稼ぐことに立ち向かわないといけません。だから稼げる人の思考にならないといけないんですね。じゃあどうすればいいんだよと思いましたよね。大丈夫です。この後具体的な解決策をお伝えし、稼げる思考をあなたにインストールしていきます。ちなみに資格を取れとか勉強しろとか、そういう薄っぺらい話ではありません。そもそもなぜ僕も含め普通に会社で働いてたら稼ぐことから逃げてしまうのか、その原因は2つあります。1つ目は今まで稼いだことがない、2つ目は今までの人生で積み上がった固定概念です。まず1つ目の今まで稼いだことがないですが、これは仕方ないんですよ。僕もそうでしたが、会社員って基本的に与えられた仕事を決められた時間の中でやって、その対価で給料をもらいますよね。言い方は悪いですが、ある意味人間を会社のために都合よく動いてくれるロボットへと育てるのが仕事の一つですからね。自分で考えて自分の力でどうやったら稼げるかとか考える機会がそもそもないですよね。その結果お金持ちがなぜお金を持っているかを考えず、勝手に副業で稼いでるやつイコール怪しい、ビジネスイコール詐欺だへと思考がすり替わり、新しいもの何もかもを否定するようになってしまいます。僕もそうでした。そして稼ぐことから逃げてしまう原因2つ目、今までの人生で積み上がった固定概念ですが、僕もそうなんですが、お母さんやお父さんが一般家庭に生まれ努力して大学に通い就職するという日本人の当たり前ルートを辿ってきた結果、我慢するのが当たり前、一生懸命働くのが当たり前、そして汗水垂らして稼いだお金イコール美し
士となり、会社員しか生きる道はないとなった結果、なんかお金を追いかけるのは良くないことなんじゃないか、たくさん稼ぐとバチが当たるんじゃないかという思考になり、あなたにもそういう教育を悪気なくやってしまうわけです。その結果、一般的にお金を稼ぐのは悪みたいな謎の思考が染みついちゃってるんですよね。でも結局お金って大事だと思いませんか？お金がないと家族も養えない、できるはずだった経験もできない、身内が病気しても治療代が払えない、貧乏だと犯罪率が高いというデータさえあります。だからこそ稼がないといけないんですよね。じゃあ稼げる思考とはどんな思考か、これを具体的に解説していきます。稼げる思考とは結論、お金を追いかけるです。何言ってんの？と思ったかもしれませんが、まあ聞いてください。まず実体験を話します。僕が会社員を辞めたくて仕方がなく、まずは稼いでる人の思考を盗まなきゃとたまたま思ったので、稼いでる社長さんをツイッターで見つけ出し、もう金魚の糞のように毎日兵庫県から大阪まで会いに行ってた時期があります。その時、社長さんたちの会食に何度か混ぜてもらったんですよね。僕は隅っこで話を聞いて、定期的に首を縦に振って聞くことしかできないゲームの NPC みたいな状態でしたが、会食が始まって 1000% 最初に出てくる話が、最近儲けてる？なんかいい儲け話とかある？最新のノウハウなんやけどさ、みたいな稼ぐことに関する話でした。これお金を思いっきり追いかけてますよね。何の悪気もなく当たり前のようにお金を追いかけてます。めちゃくちゃ衝撃を受けました。サラリーマンをしてると絶対になんか儲け話あるみたいな、そんな会は出てきませんからね。そこで一緒に事業をやるだとか、そういう話が盛り上がり、一瞬にして数億規模の事業が組み立てられるのを目の当たりにしました。この話を聞いて、そうやって人々から搾取しているのかと思ったら、あなたはセンスゼロです。この人たちは人の悩みを解決し、世の中を良くした対価として大きなお金をもらってるんですよ。あと僕の周りも個人で大きなお金をもらってダイエット講座を開いたりビジネスを教えたりしてる人がいますが、皆さんめちゃくちゃ稼ぎながら感謝もされています。価値提供、これがビジネスの本質です。さて、この実体験の話からも、稼げる思考とは利益を追い求めるということは分かってもらえたと思います。僕自身脱サラできた時は毎日3時間睡眠を4ヶ月続け、常にお金を稼ぐことだけを考えていました。もしあの時僕が会食の衝撃的な景色から目を背けて、お金は欲しいけどお金を追いかけるのはやらしく見えて嫌だから資格でも取ろうかなと稼ぐことから逃げていたら、今も無能な会社員だったかもしれません。あなたも自分に正直になってみてください。じゃあここで初心者でも稼げる具体的な流れを少し解説します。まず僕は社員ゼロで会社をやっているのですが、何をしているのかというと、コンテンツビジネスです。他の動画でこれについては解説しますが、自分が過去に解決した悩みってありますよね。そして同じ悩みを今持っている人がいますよね。その人たちに解決法を動画コンテンツにしたりして教えてあげたり、直接レクチャーしてあげるようなビジネスです。塾もライザップもパーソナルジムも全部コンテンツビジネスです。ここで稼げない思考の人は、でもやり方がわからないから無理だと言ってしまいますが、僕も初心者の時全く同じ気持ちだったのでよくわかります。結論、初心者でも自分が過去に解決した悩みはコンテンツにできます。 iPhone なりスマホ持ってますよね。そのスマホでレクチャー動画を撮って Twitter や Instagram、YouTube で同じ悩みを持っている人を集めて、どうしてもその悩みを解決したい人に販売する、これだけです。稼げる思考の人はこれを聞いて、よっしゃ自分もコンテンツ作ろう、販売経路はうまくいってる人の真似をすればいいんだと考え、すぐに行動します。そうやってお客さんの悩み解決のコンテンツをバンバン作ってお金を稼いでいる人がどんどん増えています。稼げる思考の人はわからないことから逃げず、とりあえずやってみて結果が出るまで諦めない、これをやっているだけなんです。だから稼げない思考の人がやってしまうお金稼ぎから逃げるという行為は絶対にやめてくださいね。お金を稼ぐことは人の悩み解決をしているという素晴らしい仕事なんですから。そもそもここまで動画をしっかり見てくれてる時点で稼げない思考なわけないですからね。勉強熱心なあなたはマジで稼げるようになります。ここまで勉強してるのすごいですよ。ぶっちゃけここまで見てくれる人ってもう 10% もいませんから、自信持ってください。僕も初心者の頃は本当に死に物狂いで動きました。勉強してからとか仕事が落ち着いてからとか言ってる暇マジでないんですよ。時間は刻一刻と過ぎて人生の終わりへと近づいていってるわけですから、老後にやりたいことをやろうなんてこんな時代に言えたもんじゃないです。なるべく早く努力して、なるべく早く結果出して、若いうちからいろんな経験を積んだ方が後悔なく死ねると思いませんか？3時間睡眠を4ヶ月続け、その間に急性胃腸炎に2回なったり、眠り運転をして自分で気に突っ込んで全身血まみれになったり、やったこともない営業を
300件やって1件も決まらない、そんな地獄の毎日を過ごしましたが、それでも努力してよかったと本気で思います。そしてその経験があるから、あなたには回り道も苦労もできるだけせず、ショートカットをして結果を出してほしい。だからこうやって発信を始めています。なのでしっかりチャンネル登録してついてきてください。では今日の復習です。稼げない人の共通点イコール稼ぐことから逃げている。稼げない思考の原因2つ。1、今まで稼いだ経験がないから。普通に会社員やってたり一般家庭で生まれたら、自分で稼ぐこと、その方法なんて考えるようになってないので、必然的に稼げない思考になりますよね。2、人生で積み上がった固定概念が原因。昔からの風習でお金を稼ぐのはやましいこと、お金を稼ぐのは悪だという文化になっちゃってるので、稼げない思考になると。初心者が稼ぐ具体的な方法イコール、自分が過去に解決した悩みをコンテンツ化し、今同じことで悩んでる人に対して価値提供するという話でした。概要欄から登録できる公式 LINE では、1日1時間労働で年間6000万以上の売り上げを上げ続ける僕が、稼げない 90% を脱出して稼げる上位 10% の人材になるための本質を伝える、がっつりノウハウを丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分無料で配布しています。稼げない人からいち早く脱出したい、今のままの自分は嫌だ、いろいろ勉強したけど稼げなかった、でも自由な生活を手に入れたい、場所や時間にとらわれず仕事をしたい、働いてばかりの人生をもう脱出したいというあなたは、ぜひこの動画の下の概要欄から登録して学んでください。そして他にもこのチャンネルでは、ストレス社会で働く毎日うんざりしているあなた、家族や恋人との時間を増やしたいあなたに向けて、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたい方は、動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークもタップお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。